はいどうも、小魚です。今回の動画はチケット版の七夕ドッカンフェス弾いていこうと思います。で、ポルンガのドラゴンボールのお願い事でチケット3枚もらえたので合計で今23枚あるんですけど、なのでまあ21連していこうかなと思います。まあ、ただ無料10連期間の時に170連ぐらい合計で回したんですけど、7周年も親子ギャリック砲も一体も当てられなかったんですよね。なんでまあその21連で当てられるかわからないですけど、まあ悪ガキしていこうかなと思います。まあこんな感じでドッカンバトルの動画とか、あとはジャンプチの動画上げてるので、気になった方はぜひチャンネル登録していただけたらありがたいです。それでは早速いきましょう。いや本当に170連して一体も当てられなかったんですよ。さあ行きます。7周年も親子ギャリック砲もどっちも当てられないとは思わなかったので、まあこの21連できたらもう本当もう最高、泣いて喜ぶかもしれないぐらいの感じですから。さあソルベ、ホルド大王、ネイル、さあ最初の7連は SSR すら引けずという感じでしたね。もう本当にきつい。ということで14連目いきましょう。いや本当にマジで来てほしい。さあ SSR は来たでしょこれ。いやーちょっと本当に頼んます。 OK。 いやこれは来たでしょ、さすがに来てくんないとちょっと本当にきつい。さあナッパ、うわ、マジで来た、うお、いや、ここで神引きすんの？ 170 連して出てこなかったのに14連で引く？いや、ああ、ああ、ちょっと本当にやばい。いやもう残り7連いきます。いやちょっとこれはマジでちょっとじんわりきてます。さあもうラスト7連何でもいいです。もうラスト7連正直どうでもいい、何でもいい。170連分帰ってきた。あー、はい、ということで、いやーちょっと本当に今回引いてよかった。いやー170連してちょっと本当に
一体も出なくて、マジで泣きそうでしたけど、別の意味で今回泣きそう。ということで、もう今回の動画、まあ、なんとかね、ありがたいことに、チケット分で、親子ギャリック砲当てることができたんで、もう使いまくります。速攻でリンク頑張って開けて、使いまくります。ということで、今回の動画はここまでになります。それでは、今回の動画良かったよっていう風に思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。